もう夢中になって一生懸命書いてる何もかも忘れてからね、それがいいんじゃないかですかね。まあ昔のようにないけれども、偏見差別の強い時はね、もう嫌な思いをしてきましたので、よう頑張ってるなというところを見てくださればいいですかね。よう書くことしか知らなかった自分ですから、もう